こんにちは、ウィルツァーです。今回は団体旅行特集ですね。社員旅行とかですね、職員旅行とか、お店のスタッフ皆さんとか同窓ミニ同窓会とかですね、ちょっと1泊2日で、夕食があってちょっと遊んで、それから朝ごはんを食べて帰ってこようというような、1泊2日ぐらいのですね、団体旅行を希望される方かなり多いと思うんですけれども、今回は、美人の湯として有名な佐賀の武雄温泉をご案内します。こちらが、食事のイメージなんですけども、こちらですね、佐賀の武雄温泉の武雄センチュリーホテルというホテルです。こちら団体プランとしまして、8名様ご参加でですね、ウィルツアーからですね、お一人様瓶ビールをですね1本、ご案内したいと思っております。プレゼントいたします。それからですね、ここの武雄センチュリーホテルというところが、この佐賀牛もも肉の陶板焼き、これを推してまして、今回のプランは佐賀牛もも肉の陶板焼きのコースでのご案内になります。夕食はなのでこの、料理と、朝食ももちろんついてますので朝も、ゆっくり楽しめます。お値段がですね、お一人様、が2食付きで、12,500 円から、消費税だけ別ということになっております。この武雄温泉のはですね、もう1300年、できてから経つそうです。で、泉質からですね、温泉の泉質から、効能としてはですね、肌にいいということで美人の湯というふうに言われてます。立ち寄り の湯とかですね、そういうちょっと寄れる温泉スポットがすごく多くてですね、温泉好きの方にはとても嬉しい環境になっております。武雄温泉、ぜひ皆さんでご利用ください。よろしくお願いします。